背中やるとこっちに行ってもらうからね。これもやらないといけないですけど、これだけやるとこうするんですよ。そのままここを、これが普通のここのタンの稽古ね。はい、ごめんなさい。だからここに転がしながらね、こうできたようになってるわけね。これが肩落としのタンのですね。肩落とし締める。ここは、喉を前に出してくる。前に出してる、前に。そしたらここが危ないでしょ。ね。なんかこれ、顎も引く。こっちに入れられない。大丈夫。顎締めて、ちょっと。そして、この脇腹を締める。入らないよ。締める。大丈夫。一応ここも締めるね。後ろから。全部ここも締める。溝落ちもここも締める。で、足の場合は柔らかいところにはこの足指をで蹴るということで、私が小さい頃は最初はですね、こういうふうにして練習しました。いきなり立てませんので、四つん這いになってこれを立てます。そして家の周囲をですね、道場の周囲をこうして歩かされます。こうして。で、これができるとだんだん立てるようになります。これが立てるように、これが立てるように、ね。そしてこうして私も長い間やってないんだけど。こうしてこれで記録する。